んにちは、キスジャガーです。令和元年2019年12月18日水曜日14時12分です。12月18日言いにくいな、滑舌悪。14時13分になりました。残念なことにもう1件配達が残っております。高島市今津町から阿戸川の方に向いて走ります。阿戸川で配達して終わりです。また大阪に帰るんですが、大阪までって言ったらね、もう動画がなかったらしくなるんで、ちょっと湖西道路最後また京都東インターまで走らせていただいて、じゃあ京都東で終わろうかなね。あんまり長いと編集するの嫌なんで、どんどん動画が溜まってきてるんでね、もう5本も6本も1時間プラスですが5本溜まってるんで、1時間のやつ編集するのにスムーズに3時間、5、6本溜まってるとするならば20時間ぐらいはいるのかなと。でそれに今日撮った分がありますので、2、30時間はかかるかなと、アップロードするまでに。あんまりね、ちょっと数打ったら しんどいね、自分の首を絞める感じですね。自分の首を絞めるプレーですね。ここは、なんていう交差点やこれ。帰りは左手に琵琶湖が見えます。牧野高原のスキー場あったな、多分ね12キロほどですね。暖房が入ると暑いな。現在気温、12月18日にしてはあったかいんですよ。この空がもう雲がすごく分厚いでしょう。この雨雲が降りてきてるせいで放射冷却しないんで、気温一時的に昨日と今日すごい高いんですよね。最低気温が10度ぐらいで、最高気温10、それでも14度ぐらいかな。目的地までご注意。昨日今日が高いだけで本当に、3日前とか4日前とか、もうついおとついの話でもあれですよ、朝の最低気温3度とか最高気温10度とかそんなんやったんですけど、3度は寒いですよ。ガタガタ震えるぐらいの気温が3度ですよ、私にとってね。10度やったらね、一応防寒着を着るのか着ないのかぐらいの感じで、しのげるのかな。気温10度ぐらいありますと、朝起きた時も暖房つけなくて布団から出られるかなみたいな。ちょっと3度ぐらいやとね、暖房がないと布団から出れないですね。ちょっと女子みたいなこと口走る感じですけれども、寒くてね、増すごとに寒さに弱くなってまいりました。
かあんな行こうと思わないですよね。もう寒くて寒くてなんせ。11月の末ぐらいまではね、あの温水プールも泳ぎに行ってたんですけれどもね、まあ水温30度ぐらいやって言ってましたけど、水温30度にいくら保っていただいてもまあ冷たくてね、あれ夏とか秋に入る30度やったらぬるって思うんやけど、冬寒って言ってて、もう体凍えた状態で温水プール行くと30度やったらあったかって思うんかなと思ったらやっぱ寒いですよね。そんなもんでした。ちょっとこの辺も一般道なんで、どこが何ランプとかいうのは私の方も何年ぶりかに走ってて知識がありませんのでお伝えしません。新朝日町、朝日、新朝日って読むんかなこれ、新朝日ってそのまんまやな。新朝日町というところに今おるんですけれども、だってたまたま気が向いた時に読み上げするぐらいの感じでご容赦ください。現在時刻14時19分です。さっきなんていうか高島市今津町広川やったかな、さっきあそこのインターから上がってまいりましたが、一応国道161号線一般道です。信号なくてね、一応バイパスになってまして、この下を降りますとバイパスじゃないとこ走ると信号あるんですけれども、ありがたいですよね、このバイパスが一本ポーンとこう通ってたら、あわよくば2車線2車線で欲しかったけどね。で雪降った時はおそらくね、この左手に見えてる道路の端っこにある丸っこい穴がプツ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 開いてるんですが、あこからお湯出してくれるのかな。まあそういう傾斜がついてるんですかね。まあ どこのが正解っていうことはないんでしょうけど、道路の真ん中のセンターラインのところに大概吹き出し口みたいな感じで、センターラインからお湯が出てて湯気が上ってるよみたいなのはよく見かけるんですけれども、道路の橋やけれども片方にしかないみたいな、珍しいんかな、これが大道なんかちょっと分かりません。この川何川やろ、結局分からないね。安土川なんかおよそ700メートル先、一級河川安土川って、なんか名札みたいなのがだいぶ分からないですよね。安土川町に入りました。なので安土川かもしれませんが、川の名前は書いてなかったです。あかん、いらんこと言うてる間にこれ降りないかんかった。どっかで油断しよう。そら目的地アド川や言うてたよね。300メートル先右方向です。あ、でもあれか、反対から行くことになるからいいんか。まもなく右方向です。目的地まで1キロメートル。まだ通り過ぎてない。今回の目的地付き新しいルートでご案内します。平和道のところを曲がる。平和道まだ先やな、あれやな。およそ300メートル先右方向です。東寿神社口を曲がる。はい、早途中でした。カーナビは手前から曲がらそうとしてましたが、目的地まもなく100メートル方向です。順路としてはこっちから行かんと角が立つのでこっちから行きます。バッター間違えて正解。新しいルートでご案内します。旅案内のややこしいお天気です。ですがこの雨のおかげでぬくいということで、私はぬくい方がありがたいです。雨うっとうしいですけどね。まもなく右方向です。道の駅寄りたいな、物産展なんか行きたいね。交差点名、東寿神社口と書いてあるな。書いてあるけどそこ曲がったらトラックしんどいね。曲がった後が血が残るか。
はい、ではまた後ほどお会いしましょう。動画また貼り合わせますんでね、一旦切ります。14時23分ありがとうございました。およそ300メートル先右方向です。こんにちは、キースジャガーです。2019年の12月18日水曜日14時48分です。はい、アド川の方で荷下ろししまして再開いたします。もう今日は空っぽで全部荷下ろし終わりました。あとは帰るだけです。安全に帰ります。安全に帰らせていただきます。およそ300メートル先右方向です。すごいな、桑原ぶりってでかいんやな、これ。まもなく右方向です。この上に見えておるのがバイパスですね。国道161号線のバイパスになります。青柳北という、ランプ、どこに入り口があるんだ。これは青柳北では乗られへんか。まあ行ってみましょうか。しばらく乗れないですね。先ほど平和道のところで中断しました。ここからになります。ちょっとこの3分ほどは茶番です。はい、ああいうね、狭いところに右も左も住宅みたいな、そんなところに配達行ってまいりました。道の駅アド川寄りてー。でも寄ったらまた衝動買いするから、これはちょっと刺されながらじゃないわ、後ろ髪引かれながら未練を残して使いましょうか。ダメだな、これは。止めよう止めよう、はい止めよう。ちょっと風切り音うるさいかもしれないですけど、たまにこうやって窓開けてカメラの温度下げにかかるんでご了承ください。ちょっとね、暑くなるとすぐ電源切れるんだから、これ。まったく。シャープの携帯電話。令和元年のこの世の中で、ちょっと暑くなるとすぐ電源が切れる。
後半戦もちょっとあの車両の話をします。この車は、イスズのトラックです。トレーラーではありません。イスズで88万1273キロ走っております。88万が古いというよりは、まあ新車でもそうなんですが、あれですよ、このキコキコいうのはもうイスズのお家芸です。イスがうるさいとなるともう黙っててもイスズかなみたいな、そんな感じでお願いします。まあ、今日はトラックタイプで、まあ、トラックなんですが大型トラックなので、あんまりねさっき言ったみたいなあの狭いところに行きたいわけじゃないんですが、そういう狭いところに配達行くからトレーラーじゃなくてトラックみたいな、ね、本当に民家の庭先に下ろしてきたよぐらいの感じですけどね、今の感じ。琵琶湖の近く走っておるつもりですが、左で見てもまだ琵琶湖ちょっとしばらく見えないですね。国道161号線京都方面行きです。南向き。大阪うちの会社までは102キロ。どうでしょうね、京都あたりまで70キロくらいあんのかな。1時間も走るか。とりあえずね、あのもう名神高速乗るとこまでで、あの やめますんでね、今日はもう動画たくさん撮ってあの長時間やると編集が大変負担になるので短めでいきますが、あの倍速にしたりとかしてアップロードしたりとかすると見るの大変やし、あの喋りを入れてるんでね、これをカットして BGM するんやったら別に倍速でもいいんですが、あの全て私の動画等速です。まあ分かりにくかったらね、あの YouTube の機能使ってあのちょっとゆっくり回せるスロー再生みたいなやつもありますので、ご利用されてはいかがでしょうか。知ってる人は知っているみたいな感じで恐縮ですが、メンタリスト DAIGO さんっていう方が、あの若い方なんですが、あのすごく頭のいい方で、で、まああの心理学みたいなことを YouTube でチャンネル持ってやっておられるんですよ。まあ、大変面白くて、私もしばらく一時ハマってずっと毎日見てたんですけれども、まああのメンタリスト DAIGO さんの話し方というか、あれにちょっと寄せてはいきます。あのあんな風には喋れないですけどね。あの人も滑舌良くないけど、私もう2つぐらい輪にかけて滑舌悪いもんですからあれなんですけれども、なるべくあの意識的に意図的に早口で喋るように心がけたいなと思います。もうちょっとゆっくり喋れよとかいうこともあるかと思うんですが、あのメンタリストのあの人が言ってるように、あの慣れればあの早口で喋っても聞き取れるということなんで、あのまあ耳の方が慣れてくださいねみたいな、もし慣れないんやったらちょっとスローで再生してくださいねみたいな、そんな感じの喋り方をしようかと思うんですが、ちょっとね、あの疲れとったらそんなこともできるか、ね、はい、白ひげ海水浴場、白ひげ浜水泳キャンプ場というところですね。綺麗ですね。左手がキャンプ場、バーベキュー場となってまして、さっき看板見た感じ乗用車1日1000円みたいな書いてたかな。このバーベキューの英語の看板ね、これ、1000円ですね。良さそうですね。まあ日帰りやったらちょっと嫌かな。一応ね、滋賀県のこの琵琶湖の周りって一
曜って言ったら失礼ですけど観光地やと思うんですよね。だからこれ日曜日祝日とか土曜日とか来てしまうとこれ1車線しかないしめちゃくちゃ渋滞するんちゃいますかね多分ね。今日は平日でこの水曜日でまあ年末やというえね空いてるんですけれどもね。はい、鳥居が見えてまいりました。この鳥居を写真撮るためにあもういっぱいおるな。今もね何人か写真撮っておられたようですね。あの鳥居を写真撮りたいがためにあこの道路を歩いて渡って横断してくるんですよ右からね。あれが大変危ないので引かないようにしてください。隙あらばあそこ渡ろうとしますからね歩行者が。ご注意ください。でこの右手のこの十割そばっていうの人気ないなこれ。駐車場ガラガラやな。隙あらば止めて食うたろうかなっていう気はあるんですが高いんやろねちゃんとしたそばは。最近美味しいお蕎麦って食べましたか？私しばらく美味しいお蕎麦屋っていうか蕎麦専門店みたいなところしばらく行ってないんでね。緑のタヌキみたいなやつやったら食べたことあるんですけれども、年越しそばスーパーで売ってる売れ残りのちょっと割引なくなったような年越しそばとかあんなんを、ね、年一ぐらいで食う感じで、なんかもうちゃんとした蕎麦屋ってどうやろ5年10年行ってないかな。下手したら蕎麦屋行ってもねうどん食べたりしますからね。蕎麦専門店やったらそんなことしないですけどね。蕎麦うどん太鼓亭みたいなとこ行ったら天丼食ってしまったりとかね。なかなか蕎麦って食べないですけれども、十割蕎麦うまいんかな。一回行ったらないかんな。まあ、山の方今12月18日ですけれども山の方を見ましてもまだ上の方を見ても雪積もってる感じしてないんで、ね、初雪は降ったんかもしらんけれどもまだスキーができる感じではないですよね。先ほど言いました高島町から牧野町がすぐ近くっていうことで多分牧野高原かなんかあれスキー場やったと思うんですけどね。琵琶湖バレーとかそんなんやったっけな。ちゃうかな。ちょっとね私スキーのブームの時もね琵琶湖とかでスキーしたことないんですよね。八方尾根とかね、なんやろね野沢温泉とか長野県好きやったんでね。ちょっと東大元暮らしというか大阪の人なんで琵琶湖なんかもう毎年何回も行ってるやろみたいなそんなことではないんですよね。ちょっとあんまり知らなくてごめんなさい。神鍋やったか八北やったかあの辺もね一回連れてってもらったかなぐらいの会社の先輩に連れてってもらったかなぐらいの感じで自分で行ってないからどっちに行ったんかも覚えてないですけどね。あんまり関西のスキー場行ってないんですよ。ただこれ妙高高原やったかな新潟やったかな。あそこはあんまり大きくなかったけどあれは多分修学旅行かなんかに行ってますね。今時の若い人は高校の修学旅行とか行ったら海外とか行くんでしょ。いいですよね。私の時はだから高校の公立高校でまあまあの進学校だったんですけども高校の修学旅行がまあその妙高高原かなんか言ってスキー場の中でもねまたディスるようなこと言ってあれなんですけど そんなにビッグネームでもないなと。もうね沖縄とか九州とか北海道とか連れてってくれとかもうねディズニーランド行きたいよとかちょっと海外オーストラリアとか行かないかみたいなハワイとか行かないかみたいなそんな感じの今時の修学旅行ではなくもうね中学生とかが遠足ではちょっと行かへんか新潟までね大阪から行ったら。でも
そんなに張り切っていくようなところではなかったと思いますね。まあ楽しかったんですよ。高校生の共学でね、公立やから共学で年頃の男女がそうやって何泊か2泊3日かなんか行くわけですから、そら楽しいに決まってますよね。楽しいんやけど、まあまあ今思えばちょっとしょぼいんじゃないと、ちょっと一言物申したいですよね。ニュージーランドに行ってきましたとか言ってそんなん聞いてたらね、俺らの時あれやぞ、妙高高原やぞって言うても知らへんもんね。よっぽどあっちこっちスキー場点々と行ってるスキー大好きな人とかやったら知ってるかもしれんけど、普通の人に妙高高原言うたってそれどこってなりますよね。まあ新潟の悪口はこの辺にしておこう。新潟には魚沼コシヒカリがあるじゃないかみたいなね、佐渡の佐渡おけさじゃないわ、大見舞子この辺りから湖西道路と名前がちょっと一つブランドが乗ってきますね。もうミラー戻していいやろ。さっきまでのところね、住宅が瓦が屋根の軒が出てたりして、あれトラックはミラーぶち当たるんで畳んで走ったりはします。後ろなんか一切見ません。前も見てないですけどね、スピードメーターしか見てないんで、ね、前も後ろも横も何も見てません。はい、北小松南という交差点、こっからね多分湖西道路と名前が変わっていよいよ本気のバイパスに入ってきます。まあ言うても信号がないっちゅうだけで別に60キロです。しばらく坂本かな、あたりまで2車線になるまではとりあえず60キロだと思います。はい、国道161京都方面行き、京都44、大津が32キロです。現在時刻15時04分です。ギシギシすんません、ギシギシほんまに。動物の看板あったけど可愛らしいことないか。ゴリラでも歩けるのかな、オランウータン的なやつがね。すごい、すすきのこのなびき方がすごい。土砂やからちょっとギア1段上げて走ったのか。燃費運転とかする気全然ないんでね、2000回転やったら2000回転目いっぱいで引っ張りますけどね、髪がこもっとったりしてね。はい、近江舞子ランプ、バイパスなんで一応ランプ入り口がもう見えてますね。入り口もございます。近江舞子、近江神宮やったかな、もう一個近江なんとかっていうのがあるんですよね。ややこしいから間違えんといてくださいね。近江神宮で待ち合わせとか言ってるときに近江舞子の方に来てしまったらどやーってなるんでね、注意しましょう。あとね、琵琶湖、これ西側走ってるんですけど、琵琶湖の東側ね、立東とか安とかあっちの方だと思うけど、近江八幡っていう大きな町があるんでね、何でもかんでも近江と言って、近江住宅とかね、黒沢明やったっけね、明じゃないか、あれやったっけ。近江住宅の CM って関西エリア限定ですかね。一応大阪では流れてるんですけどね。ローカルネタでした、ちょっと神々ローカルネタでした。はい、15時07分、平ランプです。平ランプです。真
キ舌でフィラランプです。見にくい。はい、左手にちょっと天気悪いですけれども琵琶湖が見えております。近畿の水亀琵琶湖、これが淀川になりまして、大阪湾に注いでおります。まで行ったら水出すんだけど、高島の手前っていうのは水出さんかったと思うんですよね。でまあ積もりたい放題やし、踏み固められてアイスバーンみたいになったりとかね、そんな記憶があるな。この辺多分水出ないな。右も左も真ん中も穴がないもんな。ねえ、見た感じないでしょ。おそらくこの辺雪積もったらちょっと手強いですよ。始まんのかな。湖西道路ずっと走ってるんじゃないのっていう、走ってるつもりなんやけどみたいな。ただいまの外気温12度ぐらいですかね。まあこの時期にしては非常に暖かい、天気は悪い。分厚い雨雲が降りてきて放射冷却っていうのを抑え込んでるんで、昨日と今日だけは非常に暖かいんですよ。まあ明日から寒くなりますけどね。北の方から寒気が入ってくるって言ってたから、まあ元通りに寒くなると思います。日本海側とか天気が悪いって言ってましたけどね。カメラ冷やさない。皆様こんにちは、ピースジャガーです。令和元年2019年12月18日水曜日15時10分です。カメラ温度上昇のため一旦プチッと強制シャットダウンされました。またかシャープこの野郎みたいな、アクオスクソ野郎みたいなこと。はい、すいません。ここ子供が見てはいけない動画になってしまう。あんまり言うとやめとこう。ちょっとねしばらく窓風切り音やかましいんですがご容赦ください。撮影しておるカメラが温度が熱くなって温度上昇のためシャットダウンというものを録画を勝手にやめてしまうという現象に見舞われております。例えばユズロームで左寄るでしょ。
もう後ろ10台ぐらい繋がってるから、一回左寄ったらもうこんだけの距離で二度と合流できないですよ。10台ぐらい、もうちょっとおるか。60キロの道路なんですけど、そこそこのペースで走ってるんで、譲らないかんようなペースで走ってないんで、あえて左には行きませんでした。戻れなくなるんでね、抜きに来られて右並ばれると。いらんことせんといてほしいですよね。そんなんするから接触事故すんねんやみたいな。おとなしくもう20キロでも30キロでも延々と一車線の後ろ従って走っておればいいんじゃないでしょうか。急ぐ方はね、30分でも早く家を出られてください。そんな60キロの道路60キロ以上出さんでいいでしょうね。せっかちな人のために道を譲るみたいな、譲るんはいいけど本線に自分が戻られへんみたいな、そんな光景が目に浮かぶようやったんで左には逃げませんでした。皆さんも中途半端に譲られない方がいいですよ。譲って戻られへんっていうのは非常に危険ですから。ちょっと道路の作りが悪いんですよね。必要があるんやったら、せめて譲り車線2キロぐらいはないとね、不十分やと思いますよ。ワニまで2キロです。ワニやったかな、パーキングエリアあると思いますね、多分ね。ローソンがあって、まあ、直売所みたいな、農産品直売所みたいなのもあったかと思います。比較的新しくできたパーキングエリアなんで、便所とかも綺麗かったですけどね。まあ利用客がいないわけじゃないんで、まあまあ活気があるパーキングですけれども、かといって止められへんかったことも別にないので、まあ私はよく休憩に使わせていただきましたけどね。ちょっと30分ぐらい行けるんでしょうかとかね。はい、やっぱり道の駅ございますね。妹子の里。妹子って誰や。小野の妹子が。スマホと命どっちが大事って言われてもね。スマホと命を比べるっていうのがまず愚問っていう。命大事やってたらスマホ大事じゃないんかってなりますよね。スマホも 10万ぐらいしますからね、今日。でこれがなかったら何も始まらんでしょう、皆さん。YouTube 見るのもそうやけども、電話もかけられへんし、メールもできへんし。スマホ大事ですよ。じゃあ命大事じゃないのか。いや、大事でしょ。ねえ、だから比べちゃいかんもんを比べるっていう、その、愚問ですよね、要するに、一言で。はい、妹子の里があります。ワニというインターチェンジ、ワニランプ、綺麗ですね。おしゃれな、なんか作りですね。雪かきいらなそうな、なんかなだらかな斜面の屋根でしたね。ワニの次どこやったかな。マノかな。あちゃー、電池も減ってきたか。熱に弱い、電池もすぐ減る。なんだこの携帯は、本当に。10月ぐらいにね、買ったんですよ。もともとソニーエクスペリア使っておったんですけれども、品切れって言われて、じゃあいつ入んのって言ったら、入荷未定みたいなの言われて、もう在庫を持ってる店を転々と探し歩くか、それか諦めて違うやつ買うか、どっちかにしてくれって言われたんで、シャアなしで、じゃあ次に性能いいのどれって言って聞いたら、このシャープのアクオス言われたんですけどもね。エクスペリアの安い方のやつ、画面がちっちゃい方の安い方のやつでも別にええんやけどって言ってたけど、あれはちょっと一段性能が落ちるんで、このシャープの方がいいですよって勧められたんですけどね。もう一つですわ。タッチパネルももう一つやしね。
YouTube とか見てる時に電話かかってきても、あ、電話取ろうと思ってもね、あの触っても全然反応しなくて、電話大概こっちでかけ直さないかになるんですよね。電話取れてないやんけみたいなね。それとかイヤホンのコードとか、あんなんが画面の上スッと通っただけでも、あのなんか違うとこ押してしまってね、あの電話かけてしまったりとか、かかってきて、あの切ってもうたりとか、まあいろんな、なんてっていうようなトラブルいっぱいありますけどね、まだ2ヶ月ぐらいしか使ってませんけどね。はい、まあ私の動画ではもう定番に近くなってきましたね、あのシャープの携帯をディスる。はい、マノインターです、マノインター。を降りて国道477かな、下走ってんの。これを右に走るでしょ。477右にぶち当たるところまで行ったら367か、国道367に出たら、それ多分サバ街道と言われてるやつかな。右に行ったらあのオバマの方に行くかな。で左に行ったらまああの京都の方に行く。この道路がもう渋滞してるとか、なんか事故で通行止めとかなってるんやったら、その367降りていけばいいかなぐらいの感じで思ってますけどもね。まああっちはあっちで大変なんですよ、あの道別に広くないし、ほんでくねくねしてるし、まああっちバイパスみたいになってないんで時間かかりますよ、だいぶ、まあ、だいぶ時間かかるけど、ここが通行止めやって言われた時はそっち走りますね。事故してるわとかね、まあ、1車線しかないところで事故されたらもうたちまち通行止めになってしまうんで、やる気があれば文字で出すかと思います。それはね、めんどくさかったらちょっとあの文字で出さないかもしれません。まあ、今の気分でいくとめんどくさいです、はい、もうね、編集せなあかんアップロード待ちの動画がもう溜まってるんですよね。5本も6本も1時間の動画1本あのアップロードするまで3時間はかかるんですよね、頑張っても。なので5、6本、今日も2、3本撮ってるんで、まあ10本ぐらい溜まってるとしたら30時間かなみたいな。しんどいね。24時間眠らずに編集してアップロードし続けても30時間やったら1日で終わらんからね。ほんでね、編集しながら、何ですか、まあ、文字で字幕入れたり、そういう作業しながら、寝落ちはよくやります。どこまでやったっけ？でも動画もう一番最後まで行って終わってるけど、みたいな。遡り、ああ、こっからか、またか。そんな作業を、いつもやってアップロードしておるんですけれども。はい、まだ1キロ先にはなりますが、大行ごとインターが間もなくです。おごと温泉駅っていう名前やったかな、電車の駅。おごと温泉駅の方行って、まだそのままずっとあの琵琶湖にぶち当たる前に出て、旧道っていうかね、あのバイパスじゃない方の国道161号線あっこに出たら、どうやったかな、天下一品やったんやったっけ、天下一品のなんか社長がよう来るあの温泉と一緒になった店舗みたいなのが あるとかないとかいう、どこで見かけたかな、自衛隊のあたりやったかな。
なんかあるんですわ。ほんであの、あの有名な天下一品の社長がたまに訪れて風呂入ったり水食ったりするみたいな、そんなんをテレビでやっておりましたね。天下一品の創業者が食べる天下一品のこってりラーメンのうまい食べ方とか言ってすごい行儀悪い食べ方やってましたけどね。あれがうまいらしいですけど。はい、おごと、じゃあ扇、おごとインターです。右に曲がったら扇、左に曲がったらおごとみたいな感じですかね。一緒かな。まあ、あの京都の方向いてですよ。あのオバマとか、福井県の方向いて走るんやったら、右が、もう言わんとこか、ややこしいね。50キロの道路なんですが、今50キロぐらいですね。一車線しかないからもう抜けないんで、ね、追い越し禁止のマーク書いてなくたって別にこんなところで抜かれへんしね。上り坂やからボーッと走って失速しとったんでしょうね。急にペース上がりましたわ。こそっと言いますけど、これで70キロぐらいですわ。から上がってきてこの合流もあんのか。はい、坂本北 1.5 キロとありますが、坂本まで行くと2車線になります。行くとっていうかもうここから2車線かな。まだか。坂本から2車線になったら70キロになったかならんかですよね。なったような気もするし、ならんような気もするし、行ってみましょうか。ならんかったかな。道路がもっちいな。滋賀県金を持ってるんやから道路をきれいにしてほしいな。これで2車あしてるね。これ左に桁が見えたね。これ2車線の道路にする気やな。さてはやるやんか。さすが金持ち、金持ち滋賀県ね。左にこれ桁があるってことは、ほらこの草ぼうぼうですけど、これ左側、これ道路 2車線左側作るんでしょうね。ここで片側2車線2車線になるんちゃいますかね。はい、間もなく坂本ですね。はい、追い越し禁止ここまでで、ここから2車線になります。ちょっとね制限速度さっきまで60キロでしたが、まだあの70とか新しい入手って出ませんので、60のまま行きます。はい、坂本北インターチェンジ、坂本北インターチェンジです。はい、ここから70キロ、ここから70キロになりました。平和道って本社は滋賀県やったね。私らの大阪とかね、あの兵庫県、あの辺はまあ関西スーパーとかですね。関西スーパーどこやろな、伊丹かな、兵庫県伊丹市かな本社ね。ちょっと、ね、適当に言うてるんで間違ってるとは思いますが、伊丹やったような気もするな。関西スーパーの株主にやったんですよ。まあもう売ったんですけれども、株主優待の券を送ってきた時、痛み市やったような気するな、住所が。ん？湖西道路終点。じゃあ何？こっから先何？しばらくあの1号線にぶち当たるまでずっとバイパス続くんですけど、湖西道路というものは終点になりました。じゃあ今走ってるここは何なのっていうね。相変わらず国道161のバイパスなんですが、左
左側ちょっと見えないですけれども、あの、まあ、琵琶湖は見えてるかな、カメラでも。あの琵琶湖のすぐ際、もうすぐ隣を走っておるのが、あのバイパスじゃない方の昔からある国道161なんですけどね。あっちの方は何やったかな、なんとか湖岸なんとかどうやったかな、名前が、まあ、違うんですけど、めちゃくちゃ家多いね、一戸建てばっかりやね。こんだけ人多いんやったらマンションでも作りゃいいのになと思いますが、一戸建てがいいか、マイホームでね。本当にこの辺マンションというものがないですよね。金持ちの集まり、そんなことない、ね、道路もね、あの一応無料と書いてましたね、あの恩着せがましく、まあ、無料っていうのはありがたいですけどね。ただあれ有料にしてくれたらもっと交通量減ってくれてスイスイ走れるんやと思うんですけど、今日ねあの空いてるところしかお店できてないんですけれども、混んでる時本当にうんざりしますからね。そんなんもあって、あの京都東からこっち来るの嫌なんですよね。渋滞してるイメージしかないんで、私からすると。なんでこんな年末のあのみんな忙しい言うて世間が言うてる時期にこんなにガラガラなんやろ。天気悪いんかな、日本も。そろそろやろうと思って騙されて右行って、工事やってないとかいうのが多々あるんで、300m やってそうやな、こう、はい、近江神宮ランプ、先ほどの近江舞子とまた間違えないようにお願いいたします。近江神宮ランプです。あー跳ねる。
王子が丘っていうのかな、何ていうのやろ、ちょっと読み方が分かりませんが、またランプがございました。制限速度70キロやと思うんですけれども、まあ、工事中なんであまり飛ばさなくてよろしいかと思います。名神京都東インター乗ります。乗ったところあたりで終わらせてください。ちょっと編集がめんどくさいので、ね、今の時点でどうやらもう1時間分ぐらいは撮れてると思いますんで、また温度上昇で携帯カメラ途切れてるんで張り合わせてまた作り直します。おそらく1時間オーバーぐらいの動画になると思います。この湖西道路というかこの161バイパス、福井県と京都を結ぶ感じで琵琶湖のほとりを走って、まあ私としては渋滞してるイメージしかないので、もし渋滞してたら全く動かんとか言ったらもうねえ、こんなとこ来るんじゃなかったわってなるから、素直に北陸道行くかな、旅行とかで行くんやったら。でもちょっとでもお金欲しいぞと、名神高速と北陸道と、なんかその辺下道走ってもね、2時間ぐらいで京都から福井まで行けてしまうんやったら、高速乗って30分で行くんやったらね、そら高速乗るんやろうけど、30分いうことはないんで、半分の1時間でもちょっと難しいんじゃないかな。京都東から福井まで行こうと思ったら、多分北陸道を入って高速を走り続けても1時間は切らんと思いますけどね。ちょっともう10年以上ちょっと走ってないんで覚えてないですけれども、まあそう考えたら、空いててスイスイ走ったら高速を走るように下道走ってちょっと浮いたお金でいいもの食べようかなみたいな、そんな感じでいいんじゃないでしょうか。まあ自分で運転して、まあ、旅行行く時に自分で運転していくんやったら負担を考えたら高速かな。およそ300m先斜め右方向です。ああ、跳ねすぎ。まもなく斜め右方向です。はい、ここで左右に分かれます。161バイパス、ここまでです。ここまでっていうか、まだもうちょっとあるよって書いてあるね。まあいいや。もうちょっとで、本当にもうちょっとで終わるんでね。この信号ぐらいまでですね、多分国道161は。目の前走っておる道路がもう国道1号線になりますからね。国道1号線が五条の方に行くかな。で、国道1号の方に行かずにまっすぐ行って県道何番か知らんけど、県道行くと3条ぐらいに出るのかな、多分。3条やったら。まああんまり県道は使わないけどね。三条やね、三条と書いてある、三条通り。県道143。まっすぐ行くと県道143で三条ですね。ほんで、これ道なりにこのまま行きますと国道1号に五条に出てます。そしてこの左側、これ間違えて出んといてくださいね。ここは出口ですからね。違いますよ。はい、ここです。これが名神の京都東インター入り口。
まあ、名神と書いてる方行かんと、先のとこ出てもうたら、ああ間違えたって言ったら、ね、あのなんかしょうもないとこ出て、しょうもないとこって言ったら失礼やけども、うん、わけわからんとこ持ってかれるんでご注意ください。高速乗る気満々やったのに狭い方に持ってかれたわみたいな、嫌ですよね。はい、大阪方面が右で名古屋方面が左になります。近畿道が渋滞してるか、まあそのそういう時間帯ではありますね。右が大阪、左が名古屋、大阪向きは西向き、名古屋向きが東向き。名神高速道路入りました。京都東インターです。大阪に帰るのに名神高速使ったら早いん分かるけれども、早くなくていいからお金浮かしたいわっていう方は京都外間入るところまでは以前の動画で行けるかな、まあ、1号線で帰られてもいいかとは思うんですが、1号線もな、1号線を帰られて9号かな、やっぱ降りてこなしゃあないですよね。5条のあたりから10条の方まで行って171を走るとか、また国道1号線で枚方とか抜けていくとか、まあ お金ちょっとケチって帰ると大阪遠いですね。そうやって考えると、まあ、普通の運送屋さんはどうだろうな、下道だいぶ走るかな。高速乗り慣れてしまうとちょっと下道よう走らんすよね。最近本当に邪魔くさい、時間ばかりかかって、はい、名神高速西行き、西宮、尼崎、豊中、吹田、茨城、高槻、大山崎、京都方面です。京都東はもう乗ったところが京都東やからですね。その次の出口京都南です。制限速度80キロの道路、京都南を越えますと鴨川じゃない、桂川のサービスエリアかな、パーキングやったかな、桂川パーキングエリアかながございます。まあ、そのまま真っ直ぐ行きますと大山崎ジャンクションがあって、刑事バイパスに行ったり京都縦貫道に行ったり南京阪に行ったり、まあ選択肢が増えます。でその先、まああれですね、新名神高槻ジャンクションから新名神入って神戸北の方まで、神戸ジャンクションまで行くこともできます。まあいずれにせよこんなもんでいいかね。はい、12月1日から何回も出していただいてるんですが、いいねボタンとチャンネル登録もしよろしければお願いいたします。もう毎回なんですが、長時間の動画ご視聴ありがとうございました。失礼いたします。あ、時刻言うとこか、15時42分、2019年12月の18日水曜日15時42分です。ご視聴ありがとうございました。失礼します。